ニック・ラシェイ、ニック・ラシェイ、ニック・ラシェイ、1973年11月9日台はアメリカ・ケンタッキー州出身の歌手。本名はニコラス・スコット・ラシェイ、ニコラス・スコット・ラシェイ。90年代半ばからボーイズグループ98デグリーズのメンバーの一員としてジェフ・ティモンズ、ジャスティン・ディフレ、弟のドリュー・ラシェイと共に活躍した。 世界中で1000万枚以上売り上げた。ラシェイは MTV の人気ドキュメンタリー番組ニューリーウェズ新婚アイドルニックとジェシカに前妻のジェシカ・シンプソンと共に出演。2003年から2005年にかけてシーズンを3つに分けて放送された。メディア、タブロイド誌の予想通りニックとジェシカは2005年11月に別居。2006年の初めには離婚している。 しかし、ニックは、これからも、ジェシカを愛していくと思うと、コメンを残している。2006年から2009年6月交際破局、同年、2009年10月に復縁。2010年11月に、バネッサ・ミニーロと婚約。2011年7月15日、バネッサ・ミニーロと結婚。2012年12月、長男カムデン、カムデン誕生。 2015年1月5日、ジョジ・ブルックリン、ブルックリン誕生。2016年大密語が誕生。98デグリーズは、ニック・ラシェイ、ジェフ・ティモンズ、ジャスティン・ディフレ、そして弟のドリュー・ラシェイの4人組。今までに計4枚のアルバムをリリースしている。デビューアルバム、98デグリーズはあまりヒットせず、セカンドアルバムの98デグリーズライジングが、 彼らの初のヒットアルバムと言える。それから、クリスマスアルバム、ザ・クリスマスと、リベレーションをリリース。最後の、このアルバムから98ディグリーズは、活動を休止中である。解散ではない。これまでで1000万枚以上売り上げた。2006年になり、ニックとジェフは、それぞれのセカンドアルバムがリリースされたら98ディグリーズとして、また4人で次のアルバムに向けて、 同を再開すると発表した。ニックはもうすでにソロセカンドアルバムをリリースしているので事実上、ジェフの次のリリース待ちである。ニックは2002年10月に歌手ジェシカ・シンプソンと結婚。結婚まで4年間付き合っており、5ヶ月の別れを経験しての結婚となった。ニックは98リグリーズの活動休止とともに芸能界シーンから消えてしまい、 ジェシカもアルバム、イリジスティブルとインディススキンの売り上げが振るわなかったので彼らには何か話題になるもが必要であった。そこで、ジェシカの父親であり、マネージャーでもあるジョーシンプソンの考案のもと、ドキュメンタリー、ニューリーウェズ新婚アイドル、ニックとジェシカの放送が定めとなる。2003年8月から MTV で放送開始。たちまち大ヒットのテレビ番組となる。 番組の内容はまさに、ニックとジェシカの結婚生活そのままをテレビに映したもの。特に、ジェシカの、シーチキンは魚それとも鶏肉花瓶に水が入っているなんて知らなかったや、バッファロー、牛に羽はついているのね、などのコメントの対応に困る、肉などは見物。二人はすぐにまたスポットライトに戻ってきた。そんな中、ジェシカは、アルバム、インディススキンを、 再リリース、大ヒットし、トリプルプラチナを獲得した。ニックの初ソロアルバム、ソウル令和2003年11月にリリースされ、ヒットした。このアルバムからは、ディス、アイスウェアとシャットアップの2曲がシングルとして発売された。特に、ディス、アイスウェアは番組、ニューリーウェズ新婚アイドル、ニックとジェシカのテーマ曲に使われた。ジェシカとの離婚後、 ニックはすぐにスタジオに戻り、セカンドアルバムの制作に取りかかる。2006年9月にはアルバム、What's Left of Me をリリース。また、このアルバムからニックはレコード会社をジャイブレコードに変えている。その前は、モータウン、ユニバーサルと契約していた。このアルバムからのファーストシングル、What's Left of Me は大ヒット。ビルボードチャートで6位を記録した。 アルバム自身は2位を記録した。2006年6月にはこのアルバムはゴールドレコードと認定される。シングル、What's ッツレフトオブメの発売後、メディアは同曲の歌詞をジェシカとの離婚の思いを綴ったものではないかと、憶測が流れた。ニックがこの曲の歌詞を作成しており、後にこの歌詞は離婚した次の日に書いたと公にした。またこの曲のミュージックビデオは、 カップルの最後の非テーマに作られている。ニックとジェシカの役を演じる、バネッサ・ミニーロ、MTV 司会者が喧嘩をし、部屋にあるものが消えていき、最後にはジェシカも消えてしまうという内容。セカンドシングルに I Can't h、hey、e e という絵にもをリリース。2006年7月26日には、MTV、R 両テレビ局で、ミュージックビデオが公開され、チャート4位を記録した。映画、 ホーワンモアデーの主題歌、Ordinary Day をレコーディングし、2007年12月5日に発表された。同月18日に iTunes より発売を開始した。2008年4月には、新曲、All In My Head、It's Like Only Good With You、All In My Head は2008年8月から、ラジオや公式ホームページで公開されており、3枚目の ソロアルバムは2009年に発売予定。題名は Coming Up for a i 2008年12月には Take That のヒット曲 p a g e n c をカバーした。アルバム What's Left of Me は全曲夫婦生活の思いで離婚してからの思いを綴っている。2006年4月に MTV でニックらしい What's Left of Me という題名で特集された。ここでニックは 音楽を作る生活に戻れて幸せ。一番怖いのはカズトになること。けど、これからそうなるんだと思う。やっぱり夢は結婚して、子供を持つこと。あのテレビ番組、ジェシカと出演したドキュメンタリー番組、ニューリーウェズでジェシカと僕は、楽しく作ろう。面白くしようとして、無理をして、またプレッシャーを感じてたなど、思わぬ、ニックの本音にメディアを驚かせる内容となった。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。